さんこんばんは。そしてメリークリスマス。今日楽しまないとから素敵な夜をお送りいたします。メリークリー、メリークリー。今年もこの時間がやってまいりました。やってきました。はい、今回もね、はい、クリスマスイブですね。イブですね。はい、よいしょ。どうですか、クリスマスイブは。どうですか、何かご予定とかお店とか。まあ、それはまあまあまあ、僕はちょっとアッキーからちょっとやっぱ女性からね、女性からね、うん、やっぱり、どんな感じですか。街は盛り上がってるし、そのね、女性が楽しみなのは、化粧品でクリスマスコフレっていうのが出るんですよ。ご存知ですか。コフレ、結構、まあ、ジバンシーとか、いろんな結構お高めなブランドが、そういろいろポーチと口紅といろいろセットで、まあ、6,7千とか。あ、なるほどね。1本5,000口紅するところが、もう全部セットで6,7千、クリスマス限定で、そういうのが楽しみなんですよね。そういう時はちょっとまとめて買っちゃうんですか。もういろいろ買っちゃいますね。女性やね、その辺は。それまあまあ今ね、あの、買っちゃいますって言ってるけど、まあ、実際のところ分かんないですけどね。そうですね、まあ、買ってるのか、まあ、買ってもらえているのか、ね、まあその辺は突っ込んだらあかんやろね。あ、そうかそうか、すみません、あんまりね、聞いちゃいましたけど。自分で買うしかないんでね。いやいや、え、もしかして秋、今年も一人。今年も一人、まあ、ごめん、知らんけど勝手に言っちゃった。まあ、言ったらあかんやろな、ほんまに。今年は二人、今年は一人、来年は二人っていう予定でいつもいるんですけど、まあ予定は未定やからね、いつも、まあ、大体ね、得てしてね得てしてやっぱりそれに反するんがやっぱり予定ですからね。そうですね、うん、何が起こるか分からへんっていう。その通りですよ、人生思い通りにならへんのかも、これまた人生なんでやねんって思ってるけどね、これ一つね、なんだか僕分かるんですよ、なんかね、僕の場合は常にこう予定をギリギリまであんまり入れたくないという性格というか、何かもっと待てば面白いことあるんじゃないかなって常にこう期待をしてしまうんですよ。だからいろいろなこうお誘いを受けても、ちょっと待って、その日ちょっと予定見てみるわって言ってみて一旦保留にするんですよ。それで、ね、まあまあまたこうこちらから予定がね、あ、予定というかなんかこうせえへんみたいな、ね、感じで来るじゃないですか、でその時もまず比較してしまうんですよ、これをこう引っ張ってるうちに、だんだんこう、あ、じゃあこっちの予定、この前誘われた方戻ろうと思ったら、あ、ごめん、ちょっと予定入れてしまったとか、そうなって、だんだん、あれ、ちょっと待てよって気づいたら、寂しいクリスマスをね、送ってしまうこともしばしばあるね、あるんですよ、これ。ちょっと汚いよあれを出してね。そうなんですよ、だから結局試してそうそうそう、もう欲張るからすぐまだあるんちゃうか言うて、そう、結局何にもないやん、ね、そうなんですよ、ようあるね、それ。ようある、これもうほんまいろんなことに例えてもこういうことって多分ね、僕に限らず皆さん結構あると思うんですよ、あ、だからあるん違う、みんな、ね、こういうイベントシーズンで特にあると思うわ。そうなんですよ、クリスマスお正月、これはもう女性だけじゃなくてね、多分女性なんかは逆に、今は僕ね、そのいろんな行事事とかこう誘いのね、そのイベントで例えましたけど、なんか女性の場合はね、こういうことじゃ失礼かもしれないですけど、あ、この人に誘われた、ちょっと保留しとこうかなとか、なんかありそうじゃないですか。 ある人は ね、彼氏以外とかやったら、ほな次にちょっとこの人誘われた、あ、でも、あ、この、あ、どうやろうみたいな感じから、もうちょっと待ってみようかなみたいな、ちょっと自分のちょっとこの人と思っている人からも来るんちゃうかなと思って、待ってないんかいみたいな。いやでもね絶対それあるわ、女の人は。でしょ、特に、僕ね、これまだ来るよ、これまだ来るよ言うてずっと待ってて、そう、結局もう試してこう、こいつの方がいいかな、いや、あっちと過ごそうかな思って結局そう、で最終的に愚痴ってるただの女子会なの。そうそう、ありがちなの、なんか、ね、女子を敵に回してしまった今、違いますよね。でもね、そういうことよく雑誌のアーンとかに書いてあったりしますよね。でしょ、失敗談みたいなね、絶対あると思うんですよ、ね、だからまあ教訓としては、まあどっかで手を打とうってことだよね、そうや、もうこの人って思ったらね、そうそうそう、あの汚い根性出したらあかん、そうそうそう、欲張らない、そう、何事も一つを狙う、そうやね、だからまあ商売でもね、まあ、着々とこうやっていくことが大事なんですよ、ね、結局これでもうちょっとまたこうかなとか、いろいろ欲張るから結局後で全部しわ寄せがね、返ってくると思うから、ね、まあ、っていうかね、これ一生懸命これ喋っててもクリスマスイブやからさ、また誰が聞いてんやろうね、これ。
私みたいに、はい、私は一人でこれオンエア聞くつもりですよ。ちょっと待って、だから聞いてる人が今言ったことそのまんまやって向こうで焼き酒聞きながら、うん、このメガネ何言うとんねんみたいな、そのまんまじゃいみたいな、あるよ絶対、あかんあかん、あるある、もう聞いてもらえへんかもしれん、うん、どうしよう、大丈夫です。でもね、クリスマス、うん、今日ねクリスマスやけど、ちょっとね、あのクリスマスと違った話でね、これ違う、ちょっとだけ違うんだけど、この1ヶ月前ぐらいからね、うん、あの僕まあ Facebook やってるんですけどね、うん、はいはい、Facebook に全然知らん人らが、うん、あのリクエストをいただけるんですよ、はい、友達の申請をいただけるんですよね、うん、で知らんかったらちょっと不安じゃないですか、はいはいはい、だけどこう、まあ、メッセージを必ず入れてくれてはるんですね、うん、だからこれ12月だけでね、うん、もう10人ぐらいはね、うん、入れてくれてはるんですよ、メッセージをね、僕に、うん、でそれなんかな思って、誰の知り合いかなとか、うん、まあ、つながりがあるじゃないですか、はい、Facebook やから、でパッと見たらね、ラジオいつも聞いてますと、嬉しいですね、そう、あの楽しみにしてますとか、うん、はい、うん、いつもなんか元気いただいてますとか、うん、この間もそれでやり取りしててあったんですけども、うん、他の方も結構僕多くて、うん、最近あやっててよかったなとか、うん、そうですね、そんなん聞くとちょっとこんなね砂利のね話をね、うん、聞いて、うわ、一人でも笑ってくれはったらええな思ってね、いやほんま、でもほんまラクリマクリスティだけはほんま気をつけなあかん、ラクリマじゃん、マクリマクリスティ、ね、マクリマね、ごめんなさい、ラー違うよ、本家の方言ってもらったけど、ラーじゃんや、まあね、うん、いやでもほんまにそれでほんまに聞いてくれた人はいたんやね、いやいたと思う、うん、ほんまに、しかも YouTube で聞かはる、あの見たよって言わはる人は、まあ見たじゃないですか、 YouTube で見ました、うんうんうん、これも何件かあるんですよ、だけど聞いたんですよ、いやラジオをいつも聞いてます、あだから、ね、あもしかしたら、うん、僕の顔これ知らんまま聞いてくれた反応かなとか、そういう方もいらっしゃるでしょうね、そういう方も、うん、その滋賀県の方とかね、うん、多かったんは嬉しい、うん、で京都は普通に YouTube 見てみましたとか、うん、で神戸の方とか、で神戸はラジオ危険やなとか、まあ、YouTube なんかな、まあ、その辺はちょっと分かりませんけど、はいはい、うん、嬉しいなと思ってね、まあ、でも全国の皆さんにも聞いていただけますからね、うん、YouTube, YouTube やからね、はい、うん、それを聞くと僕もね、うん、ちょっと、うん、Facebook は一応ね、うんうん、登録はしてるんですけど ね、うん、アップしたことないんで、してないよね、人のね、うん、警察アップされてるのを見て楽しんでるだけだと、うん、で一つ疑問があってね、うん、よくねお知り合いの方にもちょっといいね押してよってよく言われるんですよ、うん、はいはい、でもね、うん、僕自分がアップしてないから、うんうん、あの人のいいねを一回押してしまうと、うん、意外と名前誰々さんがいいねって言ってますって出るでしょ、出ます出ます、うん、出ます、なんなんこの人、この人にはいいね押したのに私のように押してくれへんやってなるから、うん、僕一回もまだいいねを押したことないんですよ、いや一回いいねを押せんだら全員押さないんですよ、いいね、でしょ、公平に、それがあるから僕まだ一回も押してないんですよ、うん、でもこの先僕も自分でアップしなあかんなって思い出したら、どのタイミングで人のいいねを押すかなと思って、そのいいね恐怖症になってるぞ今、いやいいでしょ、いいねでちょっとクリスマスからつなげるけどもね、クリスマス私一人かもしれんとか一人ごとみたいな送る人いるでしょ、うん、これいいねって押すべきなのか押さへんべきなのか否定がないから、うん、でもみんないいね押しとるんですよ、いいね100超えましたみたいなこれなんかちょっとそれいいねちゃうやろみたいなてんてんてん寂しい顔みたいなのが載ってるのに、はい、いいねって押すねんで、はい、これちょっとね僕も迷うとこありますよね、こんなんね、こんなんじゃむちゃくちゃ失礼なんですけど、うん、僕のまあ某友人の女性がいるんですけど、うん、やたらといいねいいね教えって言うなと思ったら、うん、最近多分始めたんですよね、うんうん、だから僕、うん、チラッと見てみたら、うん、いいね2件とかやからそれは教えって言うわなと思ってそれをごめんって頭下げながらまだいいね押してないんですかねでもしますかいいねばっかり押すのなんていうかしますか、やたらいいねばっかり押すのいいね症候群ですよ、誰が考えたの、いやまあ僕ね、あれでしょ、いや違う違う違う、ほんまにもうあんまり文章読んでへんのに友達が増えてくるともうやたらいいねばっかり押すねん、とりあえず、まあそうですよね、あれね自分で悪いなと思うけど、うん、やっぱりいいね押すねんな、あ、うん、だからそうなってくるでしょそうなってくる、ね、だからどのタイミングでそうね、なってくるんですよ、うん、これで僕はやっぱり一応一通りやっぱ興味ある人のとかはね、うん、やっぱ全部見るんですよ、読むでしょ、みんな、ああ、うん、でこう、うん、まあ、続きを見るとかもあるからちゃんと見て、うん、ほんならすごい勉強になるなっていう人もたまにこう、うん、ちょっと涙出そうな時もあります、うん、あります、うん、そうやし、ちょっと作ったでしょ今の、いやいやほんまですよ、これあるんですよ、だから
自分もこういうことをほんま思ったことをこうしたいなって思ったら、なるほど、文章にこう綴るしね、それがはっきりもうきっかけというか、あ、自分もしようとか、あ、なるほどって、じゃあしたらいいよ。いや、まあ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 、そのとりあえず、お店をオープンしたグランドオープンした時と同時にやってもらいましょう、始めますっていう公言をして、それはもうやらないとね、そこはそこのタイミングで合わせようかなって思う。ホームページとフェイスブックをリンクさして、まあブログじゃないけども、うん、まあ、ブログ書く代わりにフェイスブックから書いていこうかなとか、ね、そこで発信をしてる、ね、まあ、ブログだとリンクしてもいいし、うんうんうん、それやりましょうよ、そうしましょう、でそこからいいねを押す、まあ、そうそう、で、まあ、それついでにちょっとだけいいですか、うん、いいよ、はい、どうぞ。まあ、前回もちょっとね言わせてもらった、お店のことなんですけど、はいはい、ちょっとねいろんな問題がありまして、ちょっと12月の、うんうん、グランドオープン予定が若干伸びてしまいまして、うんうん、一応12月中はプレオープンという形で今現在やらせてもらってますので、あの一般の方は一応あの入店というかまだできない状態なんですが、一応このラジオを聞いてもらえた方には、ラジオ聞きましたよって入り口って言ってもらえればぜひ入店可能ということで、そしてプレオープン中なので、もう破格のお値段で提供させてもらってますんで、100円かいな、いやいやいや、あんたむちゃくちゃやな、それ えいくらなんでも、ほんまなんでも、もうパンパンやな、無理やな、個人市場、ほんまに市場、市場が短いんだよ、ほんまにもうね、もうあんた映画一生懸命、ほんまもう、いやまあそこは面白ないけどね、はいはい、うん、でも、まあまあまあ、聞いてもらったからやけど、そうなんですよ、一応そのね、まあ来ていただければもうかなりの破格の値段では提供してますんで、はいはい、ぜひ、ちなみにね、はい、ちなみにもう一度ラジオでちょっとお伝え はい、していただきたいなと思うのがありまして、はいはい、場所をもう一回皆さんにね、そうですね、うん、祇園市場、はいはい、あの八坂神社ありますよね、八坂神社ありますね、八坂神社を南の方に、はい、いやだから八坂神社を目の前にして、はい、右ですね、右です、はい、右ですね、右です、はい、南の下がってもらいまして、はいはい、東側です、ちょっとね100メーターぐらい下がってもらったところの、はいはい、本格手打ち冷麺韓国酒場アジョシです。アジョシどういう意味ですか、アジョシっていうのは。これね韓国語で、ね、はい、おじさんという意味です。あ、もう長く来てくださいよとか、うん、おっちゃんみたいに接してよとかいう意味ですか。そういう意味もありますし、うん、まあ僕たちも30歳回って、なるほど、まあ世間ではもうおじさんと言われる年なので、ね、はいはい、もうそういう意味も込めて、うん、まあ、俺たちもアジョシだなという意味で、なるほど、親しみと、はい、うん、そういうのも、うん、込めて、はい、そういう名前を付けさせていただきました、はい、なるほどね、はい、ぜひ僕も行きますし、皆さん行ってください、はい、ぜひこのプレオープン中にもよろしくお願いいたします、はい、今日楽しみ。ちなみにプレオープンは何本になるんですか、破格はちょっと教えてほしいな、来てのお楽しみやが な, おまかいな、ちょっと教えてほしかったな、もうええ、そんなラジオ見たよって言ったら、もう分かりました、もう生ビール一杯、うん、全然あかんやん、200円、あ、それはやつ、スーパードライですよ、スーパードライ200円、うん、はい、ほら僕、うん、行って言いますわ、ラジオ見ましたけど、もう何杯でも200円、200円でしょ、毎日行くでしょ、もう言っちゃいました、10杯のでも2000円やね、はい、ぜひ今日楽しまないとご覧になったということで、それでハーリーのお店に行かれてください、ハーリーのお店に、はい、はい、クリスマスイブですけれども、はい、こんなになってしまいました、今日楽しまないとらしいです、はい、次回は、はい、次回は大晦日、大晦日スペシャルじゃない15分、はい、ありがとうございました、今日はよろしく、またねー。